私は春、女子高生、季節は夏、恋性乙女ということで、恋のターゲットを待ち伏せ中。あ、来た成田。あ、はるちゃん。彼がお目当ての成田。イケメンで優しいから競争率高いけど頑張るもん。私もちょうど帰るところなんだ、一緒に行こう。暑いね、夏だね、あっと遊びたくなっちゃうな。そうだね、プールとか行きたいな。じゃあ行こうよ。え、いいの？成田とプールデート。好きでもないのにプールに行こうなんて誘うと思った？なんてなったらどうしよう。キャー、さっきもプール行きたい。はあ、今日も元気だね、サキちゃん。彼女はクラスメートのサキ。一緒に行っていいよね？ねえ、ぶっちゃけ嫌だ。可愛いサキがいた方が盛り上がるっしょ。まあ可愛いのは認めよう。しかし彼女はとにかく勘違いがひどい。例えばとある男子生徒はこんな経験をした。あ、サキの消しゴム落ちた。なあ、消しゴム落ちたぞ。え、拾ってくれたの？そりゃ拾うだろう。その時やたら見つめてくるサキに違和感を感じたものの、細かいことは気にしないその男子生徒はスルーしてしまった。ありがとうね。そしてここから彼の悪夢は始まる。その次の授業で、おい、また落としたぞ。えふん、ほらよ。しょうがないな。はあ、何がだよ。さすがにこの時は異常を感じるも、時すでに遅し、彼は完全にロックオンされていた。その次の授業でも、おい、またかよ。拾っていいんだよ。はあ、もうわかってるよ。サキと喋りたくて消しゴム拾ってくれたんでしょ。いくらでもお話しして、あ、げ、る。ちげえよ。親切心もサキにかかれば下心に変わる。サキの勘違いぶりは有名なので、男子も扱いには気をつけている。高いところ消せないよ。誰か寄ってくれないかな。ちら。うん。黒板消し貸せ。ありがとう。こんな冷たい塩対応でも先にかかれば、もう照れちゃって、先が可愛いからかな。ちげえよ。そんな先に成田がロックオンされたなんて。ねえねえ、先も言っていいよね。来るな。でもここで先を断ったら、なんで先なんか悪いことした？はるちゃんって意地悪なんだね。って言われちゃうかも。うん、サキもおいでよ、カモン。やった、超楽しみ。はるちゃん優しいね。そして迎えた当日。晴れてよかったね。水着姿の成田もかっこいい。成田って筋肉あるんだね。今日のために鍛えたの？サキに見せるためだな。絶対ちっげーよ。スタイルならサキも負けてないけどね。すっげえ美人モデル。ムカつくけど確かに抜群のスタイルだ。春の水着はどんな感じ？あー、どうまい。うるさいわね。何を隠そう、バストの薄さは私のコンプレックス。どうしてプールなんかに誘っちゃったんだろう。サキみたいなスタイルと並ぶと余計に落ち込む。成田とサキの間にいると春って子供感がすごいというか。誰が子供体型だよ。3人家族でプールに来ましたみたいな。成田と夫婦になってんじゃねえよ。僕は可愛いと思ってるよ、春ちゃんの水着姿。成田大好き。子供みたいで可愛いよね。勝手な解釈加えてんじゃねえ。そういう意味で言ったんじゃ。いいんだよ、わかってる。春を傷つけないために変な気使わなきゃいけなくて大変だよね。はあ、さっきと言ったらそんな気遣いする必要もないよ。お互い疲れない関係って最高だよね。あんたといて疲れない人間っているの？何より私たち美男美女でナイスカップルだし、兄弟と間違われることはないでしょ。誰が妹なのよ。さあ、やっぱりさっきは来させない方がよかった。気を取り直してまずは波が出るプールへゴー。あれ、マスク外さないの？人混みでこそつけるべきでしょ。そうだけど、水に入るときは外していいって書いてるよ。心配だから外したくないの。あ、大きな波が来たよ。ゆう
やばい、ビキに溶けた。大丈夫？大丈夫じゃない、ビキに結び直して。そう言いながらなんでマスク押さえてんの。水着の方を押さえなよ。ふぅ、危なかった。さっきのダイナマイトボディがさらされて、男子の鼻血でプールが血の海になるところだった。いっそのこと解いてさらしてやろうか。大丈夫？トラブル？姉ちゃんのためなら俺何でもやるから気軽に相談してよ。何？ナンパ？可愛いなと思って声かけちゃった。ちょうど女の子余ってんじゃん、俺がいた方がバランスよくね。じゃあこの幼い子をどうぞ。誰が幼い子だよ、同級生だろ。美人の姉ちゃんがいいな。その答えもムカつく。ごめんね、さっきは彼氏いるんだね、成田。はぁ、ねえ成田、ナンパ追い払って。うん、ごめんね、嫌がってるみたいだから。ちょ、彼氏がいるならしょうがねえな。彼氏じゃないっての、成田くんも優しいんだから。ありがとう。成田ってさっきの彼氏だったんだね。彼氏のふりだよ、ナンパを追い払うための。もう照れちゃって。成田くん困ってるじゃん、ほんとムカつく。春だって彼女役やりたい、成田の腕に触りたい。あ、また大きな波が来た。やん、波やっばーい。今さっきに蹴られた、浮き輪から離れちゃう。うわー、春ちゃんバイバイ。さっきのやつわざと蹴ったな。おい大丈夫か。あ、はい。親御さんはプールの中ではぐれたか。あ、本当に子供だと思われてる。すみません、その子私たちの子供です。はあ、はぐれないように気をつけてください。いやいやいや、係員さんに悪気がないのが余計傷つく。やだな、もう帰ろうかな。さきちゃん嘘はダメだよ。面白いからいいじゃん。嘘？どういうことだ。子供じゃなくて僕の彼女です。え、なんだそうだったのか。そうなんです、だから間違えたことは謝ってください。そうだな、悪かった、可愛らしいから子供に見えたんだ。いいんです、むしろ声かけてもらってありがとうございました。成田、彼女ってどういう。勢いで言っちゃった。勢いってどういうこと。ところでどうして浮き輪から離れたの。手が短いから外れちゃったんじゃない。誰のせいで離れたと思ってんの。こうなったら、成田聞いて、先に蹴飛ばされて離れちゃったのよ。さ、それはひどいね。さきちゃんどういうこと。うん、というのは妄想で現実はこう、波の衝撃で手を離しちゃった。それに成田に彼女って言われたからよしとする。せっかく遊びに来たんだから雰囲気を悪くするのは嫌だ。そろそろランチの時間ぷに、お腹空いたぷに。お腹空いたね。お昼ご飯何食べよう。私はお腹空いてないから大丈夫。食べないの。そういえば学校でも彼女が昼食を食べているところを見たことがない。いつもどうしているのだろう。何よ。いや、無理なダイエットはやめときなよ。何よそれ、嫉妬。自分が太ってるからって変なこと言わないで。太ってないわ。私は胸に脂肪蓄えてるから大丈夫なの。悪かったな、蓄えがなくて。見て見て、珍しいドリンク買ったよ。わあ、おいしそう。そのドリンクはストローが2本、カップル用ドリンク。なぜそのドリンクを選んだの。その意図は。ちょっと味見したいな。いいよ。いいの。ちょうどストロー2本あるし。きたー、せっかくだから同時に飲んでみようよ。同時？ほら行くよ。あーん、ちょっと待った。さっきも飲みたい。いいよ、じゃあ先に飲みなよ。どうしたの、飲まないの。ぬぬぬ、ふん。あえ、なんで。ごめん、手が滑った。いや、明らかに投げ捨てただろ。結局ドリンクは成田が一人で飲んだ。お昼ご飯は売店で調達。ただの焼きそばだけど、プールサイドで食べると美味しいな。ね、やっぱりお腹空いてるじゃん。ほら、春の分分けてあげるから。いらない。そう？じゃあ全部食べちゃうよ。待って。食べない。食べ、た、い、
もう全部あげるから食べて。ありがとう、美味しかった。一口で食べた？しかもなぜ背中を向けたの？水分も取った方がいいよ。ほら、いらない。ランチの後はウォータースライダーへ。スライダーか。頭から水かぶったらやだな。じゃあプール来んなよ。二人乗りできるみたいだね。二人乗り？三人だから一人ずつ滑ろうか。いやいや、せっかくだから二人乗りするでしょ。その通り。珍しく二人の息が合ってるね。じゃあ誰と誰が二人乗りする？美男美女二人組の方がギャラリーも喜ぶと思います。ギャラリーなんてどこにいるの？誰も私たちのこと見てませんから。さっきったら思い上がりが激しいんだから。私さっきみたいに浮き輪から放り出されたら困るから、誰かと乗った方がいいかも。大丈夫だよ、放り出されても係員が助けてくれるし、あんたそんな弱くないでしょ。じゃあグッパで別れよっか。え？じゃあ行くよ、グッパーで別れましょ。サキとハルがペアだね。なんでこんな女と。狭いわね。あんた降りなさいよ。あんたの胸の蓄えが邪魔なのよさ。もうすぐ出口だ。まあスライダー自体は結構楽しかった。うわ、がっつり水使っちゃった。あの子スタイルいいな。顔も可愛かったよ。野獣もうるさいな。あれ、サキだよね。はあ、どういう意味？マスク取れちゃってるじゃん。マジか、マスク美人だった。もはや詐欺レベル。やめて、見ないで。どうしたの？成田もマスク外したサキのことは嫌。え、サキは何も悪くないのに、みんなひどいよ。私だって好きでこの顔になったわけじゃない。むしろ幼い頃から嫌いだった。いろんなことを言われてずっと辛かった。だけどメイクやスタイル頑張って、マスクが当たり前の世の中になって、やっと自信が持てるようになった。サキの頑張りは認められないの？すっぴんが悪いと全てが否定されちゃうの？サキちゃん、ありのままの自分と頑張った自分に自信を持ったらいいよ。成田、ありがとう。やっぱりサキには成田しかいないよ。まあ君の場合性格が終わってるから、見た目頑張っても意味ないけどね。え？僕が気づいていないと思った？ハルちゃんの体型をディスったり、ハルちゃんを浮き輪から蹴落としたこと。いくら見た目を磨いたって意味ないよ。どうして自分が認められないかって？内面の問題だよ。じゃあね。成田くん。嫌な女ではあるけど、気持ちがわかる部分もある。まあ、コンプレックスって辛いよね。私も体型のことで悩んでるし、周りの目が気になって嫌になるよね。だけどそのコンプレックスとみんなに認められるか好かれるかっていうのは別問題だと思う。だから今後はそっち方面を頑張って。ホル、ホント、いいやつね。ハルみたいなのがみんなに好かれるのかな。どうかな。ごめんね、成田との間邪魔して。別に成田のことが好きなわけじゃないの。違うの？みんなに好かれる人気のある男子と付き合えば、私も同じように人気のある子になれるかなって思って。でも他人の栄光が自分の栄光になるわけないよね。結局は自分自身を何とかしなきゃいけないんだ。そうだね。その後サキはみんなの前で昼食を食べるようになった。今までは顔を見られないために一人で隠れて食べてたらしい。だからずっとマスクつけてたんだ。最初はざわついたクラスメートだったが、私と成田くんが普通に接するのを見て何も言わなくなった。もう見慣れたわ。今のサキは私の恋を応援してくれている。先に帰るね、グッドラック。はあ、夏が終わっちゃうな。夏の思い出作りたいな。じゃあ花火大会とかどう？いいの？もちろん。今度は二人きりでね。目に見えることにこだわりがちだけど、本当に大事なことって何かな。みんなも考えてみてね。ハルだよ。
成田です。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。本当に大切なことは目に見えないんだよね。昔読んだ小説にもそんなことが書いてあったな。昔から変わらないけど大事なことなのかもしれないのよさ。みんなはどう思うかな。よかったらコメント欄で教えてね。動画の感想も待ってるよ。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくお願いします。またね。